これ何かっていうと、後ほど詳しくご説明します。日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。人生で一番長い距離を走ったドライブ、1日1200キロ案内人の M です。時間はありますが、お金はないので下道で走ることが多いです。どんな距離でも。カメラマンダブルです。はい、ということで今日持ってまいりましたのは、前回に続きこちらの車、セレナのルキシオンです。はい、日産新型セレナ e パワーの中でも最上位グレードルキシオンに乗って、今日はこのルキシオンにしか搭載されていないあの機能を試していきます。何ですか？プロパイロット 2.0。 はい、プロパイロット 2.0 といえばどんな機能でしょう？手離せる。そうですね、はい、高速道路で条件が揃えば手をステアリングから離しても車が運転してくれるんです。まあ、これまでもですね、プロパイロット 2.0 実は他の車種で試したことありまして、スカイライン、そしてアリア、この2つはプロパイロット 2.0 搭載されてるんですけど、スカイライン、アリア、高級車だよね。違うんです、今回はセレナ、まあ、セレナの中でも一番上のグレードではあるんですが、言ってしまえば手放し運転が可能になる。はい、試していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、では運転席乗り込みました。でプロパイロット試していくんですけれど、せっかく高速道路に乗ってちょっと距離走りますので、合わせて改めてこのセレナの e パワーの燃費計測も行っていきたいと思います。いつものようにドライブコンピューターをリセットしてまいります。全項目リセット、はい、ドライブ情報1と142の方もリセットいたしますと、はい、これで OK ですね。はい、エアコンの方はこちらですね、オート設定の22度、リアエアコンはオフでいきたいと思います。はい、そしてこのプロパイロット 2.0 ですね、目的地を設定することによって最大限力を発揮することができるようになっています。今日は猪苗代の、猪苗代磐梯高原インターチェンジで降りて道の駅猪苗代に行ってみようかなと思います。ここを目的地に設定する、ここへ行くと有料優先でガイド開始してまいります。はい、それではスタートします。はい、走り始めたばっかりなんですけれど、早速ですね、このプロパイロット 2.0 がついている車だなぁと思う部分がありましてですね、それ何かっていうと、ウインカーが、まあ、ちょっと今できないんですけど、方向指示器上げてもウインカーレバーロックされないんですね。これって何でかっていうと、プロパイロット 2.0 の操作の中にはウインカー自体の操作も含まれているので、レバーがロックされるとちょっと都合が悪いと言いますか、操作しなくてもウインカー上がったりするんですよ。まあ、こういったところも後ほどご紹介できるかなと思います。セレナの中でも e パワーのハイウェイスター系列のグレードになると、フロントガラスが遮音ガラスになるんですよ。そういったところでより静かな車になっているというのが、まあ、このシリーズになるんですが、どうでしょうね、これ乗り比べする動画っていうのは改めて撮ってみようかなとは思うんですけれど、新型セレナはそもそも結構静かで、その中でも一番静かなモデルの静かさが感じ取れるといいな。どうでしょうね。それ何ですか？あ、これね、これですね。はい、これ何かっていうと、後ほど詳しくご説明します。はい、ではですね、まもなく高速道路にとりあえず乗ります。プロパイロット 2.0 試したいですからね、本宮インターチェンジから今日は乗ってまいります。ちなみにですね、ここまで何の気なしに走ってきて、走行モードスタンダードモードになってました。とりあえず今日スタンダードモードのまんまと E ペダルは有効で走っていきたいと思います。まあ、E ペダル有効にしても、ここから先基本的に高速道路ずっと走っていきますので、まあどこまで有効なのかなっていうところはありますけど、まあ、途中でですね、インターチェンジ、あとサービスエリアとかジャンクションとか行くときに活用されていくかなと思います。はい、ではインターチェンジ料金所を過ぎまして、ここから高速道路ですね。でプロパイロット 2.0 高速道路など自動車専用道路でしか使えないんですが、まず
合流するところは自分の運転で行っていただきます。では加速します。はい、加速いたしました。プロパイロット 2.0 早速試そうかと思うんですけど、今ですね工事中で車線制限とかが入っております。一応ですねこの状態でもプロパイロット使えるとは思うんですけれど、工事などによって車線制限されている時っていうのは、プロパイロットの利用非推奨ではありますので、ここは一旦そのまま行きましょう。ジャンクションを過ぎて磐越道に入ってから試したいと思います。本当はですねプロパイロット 2.0 ジャンクション進入とかも対応しておりますので、そのあたりは帰りのルートで見ていただけるといいなと思います。はい、では磐越道を新潟方面に向かいます。改めてでもこういうジャンクション内もですね、セレナルキシオンだからというわけではありません。セレナ今日乗ってる e パワーの、走りのスムーズさとか、あとそもそも新型セレナ足回りがいいっていうところかなり生きてくるところでして、今も結構急なカーブですけれど切り増しとかしないでスーッと曲がっていけるっていうこの良さは、新型セレナ乗るたんびに思いますね。先代のセレナ C27 型セレナも決してこういうところ足回り悪くなかったんですけれど、それがもう本当にこのセレナの良さ、足回りの良さもそうだし他の部分もなんですけれど、これが全部トータルして、レベルが高い車になってるっていうのがこの最新型、C28 型のセレナとなっております。これは e パワーに限らずガソリンも走りの点、あと静粛性だったり足回りとかそういうところ良くなってるんですよね。結構大きいぐっと外に振られるカーブでもちろん遠心力感じるんですけれど、でもセレナの背の高さっていうのを本当に感じない、ロールの少ない横ブレの少ない走りが実現されています。では改めまして、はい、本線へ合流します。はい、はい、ではプロパイロット 2.0 使っていきたいと思います。でプロパイロット 2.0 になったからといって通常のプロパイロットと使い方は変わりません。はい、まずはステアリング右手側のこの青いボタンですね、はい、こちらを1回押します。これでプロパイロットが待機状態になりました。であとは目的の目標の速度でこのレバーを下に1回下げる、もうこれで OK です。でもう今ですねプロパイロットの画面が青く、最初緑だったのがすぐに青く切り替わったのが分かったかなと思います。でこの青くなってる状態であればステアリングから手を離しても大丈夫ですよという、そういう表示になっているんですね。ちなみにこの状態でレバー上下することによって設定速度を変えることもできるようになっております。はい、今ちょっと警告音になったんですけど、これは合流車線が近づいているのでそれ注意してくださいというだけであって、はい、ステアリングから手を離しても大丈夫で、あと今ですねすっと前に入ってきた車がいた、この車の周りの情報だったり、今車線も3車線あったのが2車線に戻ったとか、こういう自分が走行している周りの情報がこと細かに書いてあるんですね。で今先行する車両が離れたので、モニターからは消えましたけれども、一応ですねこれも乗用車なのかトラックなのかそれともバイクなのか、そういったところまでしっかり検知してモニター上にも今の検知状態っていうのを分かるように表示してくれてるんですね。改めてこのプロパイロット、そしてプロパイロット 2.0 どういうものかというのをお話ししますと、まずプロパイロット、日産の運転支援技術の一つで、いわゆる自動運転と言われるもの、高速道路などの自動車専用道でまず先行車両との車間距離を一定に保ちながら、この自分が設定した速度を上限に、しっかり速度を維持してくれる、アクセルもブレーキも基本的に操作はいりません。でさらに車線を検知して、ステアリングを操作してくれる、プロパイロット 2.0 でない場合は
ステアリングに手を添えていれば、あとはステアリングの操作自体は車にお任せができる。でさらにプロパイロット 2.0 になると、条件が揃えばステアリングから手を離してもこのまま車が走行支援を続けてくれるんですね。ではダブルさん、はい、プロパイロット 2.0 のこのステアリングから手を離していい一定の条件、これ何でしょう？目の前見てる。はい、そうです。プロパイロット、あの 1.0 だろうと 2.0 だろうと、ドライバーが必ず周囲の安全確認をしながら走行する、これは大前提、ドライバーの責任の下で走っていただく機能ではあるんですが、プロパイロット 2.0 はしっかりドライバーが脇見をしてない、よそ見をしてない、しっかり周囲の安全確認を行っていることが確認できないとステアリングから手を離せないようになってるんですね。それのカメラ？あ、そうです、これがそうです。はい、今までのスカイラインとかあとアリアはステアリングの上部あたりにドライバーを監視するカメラがついていたんですけど、それがセレナについてはここに移動しました、A ピラーのところについています。でもう一つ条件としては、しっかり車が GPS を受信して、そして対応している高速道路上を走っていることですね。で今トンネルに入ったんで、はい、しばらく GPS 受信しなかったのでハンドル持ってくださいっていうふうに表示が出ました。でこれはこのセレナのプロパイロット 2.0 を実現するためには準天頂衛星みちびきという日本上空を巡回する高精度の衛星の信号を受信するというのが大事なんですね。でそれによって普通の GPS っていうのは結構あの自分の位置の特定ってズレがあるんですよ。場合によってはあの数十メートルずれたりするんですけれど、この導きセンチメートル単位で自社位置を特定できますので、それによって自分が今走ってる道路のどの辺をどっち車線を走っているかとか、そういうところまでしっかり細かく判別できるんですね。そして高精度地図データがその判断には必要になってきますので、日本国内のまあかなり主要な高速道路や自動車専用道路を網羅しております。ということでプロパイロット 2.0 に対応した高速道路でしっかりドライバーが前を見て安全確認をしていると車が検知できて、なおかつ GPS を受信していればステアリングから手を離すことができる、ハンズオフすることができるようになってるんですね。で今一瞬あのトンネルを出たので、そこで GPS を拾ってステアリングから手を離してもいいっていうふうには認識されたんですけれど、またはい来ましたね、 GPS 受信できません、トンネル内だったのでステアリングに手を添えなければいけないという、そういう操作にはなっております。でただしこの状態でもモニター表示緑色になっています。プロパイロットの 1.0 相当の機能が今有効になってますので、この状態でもしっかり車に搭載されたカメラが車線を認識して、私はステアリングに手を添えているだけです、実際のステアリング操作だったり、あとは先行車両との車線の維持とか、こういった作業は引き続き行ってくれています。はい、トンネル出ましてまた表示青に戻ったので、ステアリングから手を離しても大丈夫です。でこれですね、まあトンネルがすごい続くような区間だとステアリング握ってるシーンっていうのは多くはなるかと思うんですが、でもそうは言ってもですよ、この快適さ、あと私周囲の安全確認しながら、まあ、座ってるだけですからね、運転の疲れっていうのは全然変わってきます。で特にこのセレナ、家族でそして友達たちと一緒にみんなでお出かけをするロングドライブをするという機会も多い車かなと思いますので、そういった中で運転で疲れてちゃダメなんですよ。大事なのは出かけた先でしっかり楽しむこと、遊ぶこと、そしてちょっと疲れても帰り安全運転で帰ってくること、それをしっかり支援してくれるのがこのプロパイロット、そしてこのルキションに搭載されたプロパイロット 2.0 なんですね。であと従来のプロパイロット 2.0 との違いという点でお話しすると、セレナ以前は先ほどもちょっとお話ししました通り、まずドライバーを確認するためのカメラの位置が
このフロントピラー、A ピラーの部分に移りましたよというところで、そしてですね、他にもこの車の周囲の状態、特に前方の状況をより正確に認識するために、実はセレナとかアリアは、まあ、このミラーの後ろについているカメラですね、これ三眼カメラ、3つのカメラで前方を認識して処理をしてたんですね。それがまあ実際にドライバーの皆さんにあんまり直接関係ない部分なんですけれど、セレナはこのフロントカメラが高画質化、高性能化したことによって、単眼カメラ1つのカメラでもプロパイロット 2.0 をしっかり活用できるようになったという背景がございます。あとちなみにですね、セレナのルキシオンだけに搭載される機能一応もう一つあって、これプロパイロット 2.0 とセットでというような感じでもあるんですけれど、ヘッドアップディスプレイがダブル三側からは多分見えてないですもんね。はい、はい、私今走行中ですけれど、ミラーにモニターがこうちょっと浮かび上がって出ていて、プロパイロット 2.0 の作動状況だったりとか、あとは、次じゃあ何キロ先、右折です、左折ですっていう、そういったルートガイドの情報なんかもこのヘッドアップディスプレイに表示されております。今のこのハンドル握ってくださいみたいな、そういうメッセージもですね、しっかりヘッドアップディスプレイに表示されてますので、しっかり前方の安全確認をしながらも視線の移動が少ない中で車の状況とか速度とか情報を確認することができるようになっています。まあ、なんかプロパイロット 2.0 を説明しきってしまうとですね、本当にやることないんですよね。周囲の安全確認してるだけで、まあ、でも乗り心地という部分ではむしろプロパイロット 2.0 の方が集中できるかもしれませんが、どうでしょうね、まあ、高速道路っていうことで、例えば大きな段差とか、あと急なカーブっていうのも少ないので、お伝えできることっていうのは限られてはくるんですけれど、はい、では間もなく分岐を左方向ですっていうふうに書いて、ここに表示が出てるんですね。ボタン操作で分岐路に進みますと書いてあるので、これ押しておきます。そしたらハンドル持ってくださいねっていうふうに出てくるんですけど、これから向かうところインターチェンジなんですよね。でインターチェンジの出口に向かうところも実はプロパイロット 2.0 支援をしてくれます。まもなく、はい、分岐を左ですね、すると、はい、今私何も操作してないんですけど、ウインカーを勝手に上げて、で分岐路に入って、そこからはスーッと今減速をして、自動的にプロパイロットの操作支援が切れました。ということでインターチェンジに入るところまでステアリング操作などをして、料金所のあたりからインターチェンジ降りたところから先は、まあ自分の運転に戻れるように支援を解除してくれるんですね。はい、という感じで本宮市からここ、猪苗代町まで高速道路でずっと走ってまいりました。道の駅がすぐそこなので、ちょっと駐車してからここまでの燃費のご報告をしたいと思います。はい、到着しました。はい、到着しました。猪苗代の道の駅ですね。でとりあえずここまでの燃費を見てみましょうか。はい、こちらですね、走行距離が 34.9 キロ、そして平均燃費がリッター 14.3 キロですね。でここまで、まあ、ほとんどの区間を高速道路で走行、そして本宮市からここ猪苗代町までだいたい、まあ標高的に 200m ぐらい上がるんですかね、上りの多い高速道路の区間での燃費となっております。で e パワーの車、どうしても高速道路は燃費が伸びにくいというのがあります。これは以前の動画でも何度かお話をしているように、 e パワーの燃費っていうのは減速時の減速力を使った回生ブレーキなどによって充電を行う、その電気をまた加速などで使うという、この繰り返しによって燃費を伸ばしやすくなっているので、高速道路のように減速タイミングが少ない、そしてずっとある程度この高速域を保つためにパワーが必要だっていう、そういうシーンでは少し燃費は落ちやすくなっておりますが、その上でリッター 14.3 キロ、これあと
また本宮市の方に帰っていく。なので高低差プラマイゼロになるところで改めてあと燃費のご報告したいと思いますので、まずは猪苗代町までこんな感じ。ちょっとですねジャンクション進入とかあまり試せなかったので帰り足ではそのあたりも試しながら W さんに乗ってもらいましょうか。はい、何とも言えない表情を今してましたけれど、はい、今のはどっちですか。おいいねの表情なのか怖いなの表情なのか。どっちもです。あ、どっちもですね。はい、じゃあドキドキの、W さんのプロパイロット 2.0 体験も、後半の動画ではお届けしたいなと思っております。はい、猪苗代の道の駅からまたまっすぐ帰ろうかなとも思ってたんですが、せっかく猪苗代まで来てますからちょっと猪苗代湖を見てから帰ろうかということになりました。つい最近も3万人達成記念のお土産を買うためにですね会津方面行ってこの辺りは走ったんですけれど、考えてみれば前回は猪苗代湖畔の辺りを行かなかったですよね。ちゃんと猪苗代まで来たら猪苗代湖を見たいなというような気持ちもありますので、今日は行きたいなと思います。このチャンネルですね、あの福島県のいろんなところをドライブする動画をお届けすることもチャンネル の、あのコンテンツの一つになってるかなと思うんですけれど、割と何回も同じところ走ってるんですよね。はい、新しいドライブルート開拓しないといけないような気もするんですけどね。ダブルさんはなんかこっちの方を普段から行くようにしたらいいんじゃないみたいなのあります？今日行った本宮なんか、はい、裏道じゃないですけど、はい、あの山の方の道とか。ちょっとあんまりイメージつかなかったんですけれど、例えば本宮の安達太良山方面の方ということ？反対側？あの川又方面に抜けるところのあっち側の山あるじゃないですか。あー、なるほど。私そっちの方ってあんまり詳しくないんですよ。私もあんま詳しくはないですけど。あれ？でもなんかそっちの方に良さそうなルートがあるんですか？特に。え？田舎道見せられるから。ああ、田舎道を大事ですよ。田舎道をひた走る。まあ、なんか郊外の信号少ないけどアップダウンあってくねくね道もあって加減速多いよみたいな、そういうシーンはお届けできるかもしれませんね。言われると確かにそのあたりってあんまり走ったことないか。確かに、まあ今日は割と遠出の部類ですけれど、なんか気軽に少し車の性能を確認するなんていう時に往復で1時間ぐらいで帰ってこれるような、そういうルート考えたいですね。しかし今日もなんか最近日頃の行いがいいのか、試乗すると天気いいです。今日も猪苗代湖が綺麗に見えてますね。はい、ではちょっと猪苗代湖見ていきましょうね。はい、城湖浜です。ここもなんか当チャンネルで何回来たんだっていう感じですけど、はい、到着いたしました。ちなみに、短い区間ですけれど平均燃費伸びました。ここまでリッター 14.9 キロ。やっぱりですね、高速道路降りて一般道を走っていくと一気に燃費が伸びますね。はい、じゃあちょっとだけ猪苗代湖を見ていきましょうか。ちらっと猪苗代湖を見て、また来た道を帰っております。本当は先ほどの駐車場でですね、あのセレナのルキシオンのシートアレンジどんなもんかなっていうのを確認する動画を撮ろうと思ってたんですけれど、まあこの天気で猪苗代湖が眺められて車を止めて落ち着ける場所に車がいないわけなくてですね、はい、周りの目が気になりましたので、これは帰ってからアレンジ動画撮ろうということでダブルさんと意見が合致しましたので帰りたいと思います。どうなんでしょうね、なんか猪苗代湖周辺もいろいろ走ったことはあるんですけれど、何かこう車をすっと止めてなおかつ背景に猪苗代湖が見えて
そして落ち着いた撮影のできるみたいな、そんな穴場的なスポット、そんなことが許されるスポットあるんでしょうか。というか私今日のセレナの試乗ですね、プロパイロット 2.0 の話とかにすごく集中して走ってきたら、エンジンかかってるとかかかってないとかって一回も気にならなかったんですけど。私もです。ですよね。あれ今ちょっとエネルギーモニター表示してみますけど、あ、いや全然わかんない。今エンジン回ったけど、まあちょっと荒れた路面だからっていうのもあると思いますけど、本当に全然わかんないな。ちょっと滑らかな路面でもう一回よく聞きましょうね。フロントガラスが遮音ガラスになってるっていうのは、周りの環境音が入ってきにくいっていうのももちろんあると思うんですけれど、もう一つエンジン音が小さくなる、エンジン音が聞こえにくくなるっていう効果もおそらくあるんですよね。もちろんエンジンってまあボンネットフードの中に内側に入ってるので窓のすぐそこなんですよ。でその窓が遮音ガラスになるっていうのはむしろそっちの効果が大きいのかな。もしかしてハイウェイスターだけの採用ですけれど、だからこそ E パワーに遮音ガラスを使ったのかな。あのガソリンモデルは遮音ガラスってハイウェイスターになっても遮音ガラス採用されないんですよ。 E パワーだけはそこを採用したのは、よりエンジン音の感じない車にするため。あー、いやすごい、ほとんど分かんない。分かりました？分かんないです。分かんなかったですよね。あのすっごい遠いところでちょっとだけグーって回ってるような音は聞こえたんですけれど、まあ、今ですね、あのパワーを使うようなシーンではないので、エンジンそのものも低回転で回ってたっていうのはあると思いますが、その状態だとめちゃめちゃ注意して聞いて、まあ、今先ほども多少は路面荒れてるシーンだったのでその辺もあると思いますけど、いやでもすっごい小さい、本当に注意して。まあダブルさんは分かんなかったって言ってますし、私もエネルギーモニター見ながら喋ってますけど、あ、若干今回ってるんですよ。あー、すごい静かだな。これはいや本当これ要確認と言いますか、 E パワーの標準グレード X グレードとハイウェイスターでのこの聞こえ方の違いっていうのはちょっと検証しましょうね。まあ、ガソリン車との比較ももちろんですけれど、 E パワーの中でもこの違いっていうのは結構あるかもしんないな、なんて言いながらまた道の駅に戻ってまいりました。ちょっとあとダブルさんと運転を交代してですね、ここから後半戦、高速道路で今度はダブルさんがプロパイロットを試していきます。はい、では運転変わりましてダブルです。はい、ダブルさんにここ猪苗代からまた高速に乗って本宮まで行ってもらいたいなと思います。はい、ちなみに走行モードどうしますか。スポーツ。スポーツで行きます。はい、であと今 E ペダルオフになってました。まあ高速乗るんでそんなですけど、とりあえずオンで行きましょうか。はい、はい、あと一応燃費を、見ましょう。はい、こちらですね、ここ猪苗代の道の駅をスタートで49.6 キロ走行のリッター 15.4 キロからですね、まあ、ドライブ情報2の方をリセットしましょうか。はい、これでドライブ情報2が帰りのルート、1は全体のルートの、燃費情報となります。一応エアコンは引き続き22度のオートでリアはオフに設定してあります。ちょっとしばらくお昼ご飯食べたりしてたので車内温まっております。今しばらくはエアコンの風強めで出てくかなと思います。じゃああとはダブルさんのタイミングで行ってもらって。はい、行きます。お願いします。はい、ここまっすぐ行けば高速道路ですね。はい、では、制限速度80キロのルートですね。
高速道路の本線に合流していきます。はい、ということでですね、本線乗りました。とりあえずですね、プロパイロット 2.0 に入る前にですね、ちょっと思ったのが、やっぱり今の一気に合流加速ということでパワーを使うので、エンジンを回してぐっと回転数を高めて走るんですけれど、そこでの音がやっぱりちょっと小さいかなっていう感じはしますね。先ほどは一般道でエンジンかかった時も全然音がしないっていうのが、このフロントドアが、フロントガラスの、遮音ガラスになっているおかげかなという話したんですけれど、ただこういう高速道路で、合流する時っていうのは確かにエンジン音は聞こえます。ただしそれがかなりいい感じに遮断されているような、そういう感じはしましたね。で、あとは乗ってしまってからはもうエンジンの存在って感じないんじゃないかなと思いますね。あ、エネルギーモニター見るとエンジンかかってる表示にはなってるんですけど、全然わかんないですね。ロードノイズしか聞こえない気がする。ですよね。いやーすごい。では本題です、ダブルさんにプロパイロット 2.0 試してもらいましょうね。はい、はい、ではここ、はい、そこを押して、でこれ、はい、下に、それだけで、まだ緑の表示なので今のところこれはプロパイロット 2.0 にはなってない、ハンズオフはできないというような状況ですね。あ、青になった。お、そしたら離して OK です。はい、トンネル出て GPS 認識しましたので、青になって、まああとはこれだけといえばこれだけなんですけれど、これ自分ですか？そうです。お、まあ、真ん中、真ん中というか、そうですね、真ん中に自分がいて、でその前にモニター映ってるの見えますかね、トラックの表示がされてるんですよね。まあ先行車両がトラックだから、画面上もトラックが表示されてるという感じで、はい、そしてですね、今引き続きステアリングハンズオフで走っていただいてるんですけれど、目的地設定しましょうね。ダブルさんお願いします。ハロー日産、日本松インターチェンジに行く。東北自動車道日本松インターチェンジ、ルート探索しますか？目的地を調整しますか？ルート探索、ルートを探索しています。という感じで音声で目的地の設定がサクッとできました。でハンズオフ状態の時ももちろんですけれど、ドライバーには周囲の安全確認をする義務がございますので、こういったナビの操作っていうのは基本的にできないようになってます。ただし今みたいにですね、音声での目的地の設定なんかは問題なくできるようになっています。改めて、まあハンドル握んないで走ってるご気分いかがでしょう？変な感じです変な感じで、はい、はい。何もしてないのに車が動いてる、変な感じ。そうなんです、まあ、でも何度も言うようですが、周囲の安全の確認は十分に注意して行っていただければと思います。はい、で、ですね、行きもそうだったんですけど、帰りもこの辺車線規制が入ってしまっております。なのでちょっと今回はジャンクション進入の、走行支援についてはご紹介できないかもしれないんですけれど、はい、車線規制解除されたのでプロパイロットの走行支援を復帰させました。お、そしたら、はい、ボタンを押しましょう。どうですか？プロパイロットの青いボタンの下、それです、それ、いけいけ、はい、これで、今何起きたかっていうと、そろそろ、左に分岐入りますよっていうのをちゃんと左に入りますかっていう確認をしてくれたんですね。で、入るよって言ったら、あとは自動的にですね、もうそろそろ分岐なんですけれど、これ、はい、お、
自動的にウインカーを上げて速道に入ってスピードを調整して、あとこれ見ていただくとですね、右が東京方面、左が仙台方面で、今自動的に仙台方面の車線も認識されて、であとステアリングの操作支援はしてくれてますかね。ん、あれ解除しました、もしかして今、はい、え、解除になりました。あ、解除になったのか、自動的に。はい、ちょっと工事とかが入っていてプロパイロットの操作の支援が外れたんですね、という感じでですね、ちょっとちゃんと工事してるよっていうの書いてあるんですね。あのこういったですね、道路状況条件に応じてですね、プロパイロットが解除されたりもします。で基本的にはこういうジャンクション内は、ステアリングを握った状態で進入していただくようにはなるんですけれど、あとは条件が整っていればこのジャンクションの進入、あと中の、走行とかもプロパイロットの支援が外れることなく、走ったりもできるようになってます。はい、でここからが東北自動車道ですね。ちょっと元宮が目的地なんですけれど、もう少し W さんにあのプロパイロット 2.0 を体感していただきたかったので、もう一区間二本松まで走っていただきたいと思います。じゃあ再びプロパイロット 2.0 を使っていきましょうね。はい、はい、表示が緑から青、一瞬で青に変わりましたので離して OK です。そんなあの素早い手の動きしなくても大丈夫ですからね、はい、しっかりですね、あの隣の車とかの情報も認識しているので、はい、かなり安心して走行できるかなと思います。おー、すげー。あー、ちゃんと車線移ってったっていうのも、あ、追いかされたっていうのも分かるようになってるんですね。これ何のマークですか、この旗マーク。あ、これどうしたらいいですか、映った方がいいですか。あ、映りましょうか。方向指示器上げると自動で、まあ、自分で、今のは自分で運転してもいいタイミングでした。難しい。はい、もう一回方向指示器上げると、はい、わかりますか。お、やってくれました。やってくれてます。はい、お、これですね、車線を移りたいときは、あ、はい、話していただいて大丈夫ですよ。ああ、はい、車線移りたいときはその方向に方向指示器を上げると車が、あ、周り安全だな、車線変更できるなって判断したら自動で車線変更支援をしてくれるんですね。してくれました。今してくれました。どうでした。勝手に行きました。勝手に行くんですよ。そうなんです、車線変更中もステアリングの操作を支援してくれるんですね。であと先行車両が設定速度よりも遅くて追い越しができるなって判断すると追い越しますかっていう提案を車がしてくれたりします。あ、来た。はい、来ましたね。これ、はい、それ押します。押します、はい、あ、持った方がいい。はい、持って、はい、おーおー、できますよ。すごい、うわー、はい、こんなことができるようになってるわけです、ね、すごい。ちゃんと人間が追い越しするみたいにこうちょっとずつスピード上げてやってくれました。やってくれるのでこうギクシャクしてる感じとかなかったですね。はい、もちろんですね、あの遅い車追い越さなくてもいいときはこれメッセージは出ても何も操作しなければ車が勝手に追い越すということはありません。であとナブルさんがこのメッセージが出たときにこっちのボタン操作でやってくれたんですけれど、これあの方向指示器を動かすウインカー操作でも同様にあの追い越しの方はしてくれるようになっています。ほう、やってみましょうか。はい、この状態でメッセージ出てます。ウインカーをピッとやってあげれば、おお、はい、ちゃんと追い越しをしてくれるようになってますね。おお、で戻りたいときは自分でウインカーこっちですか。はい、ウインカーに、はい、ウインカー上げてもらえればカチッと。おお、楽ちんだぜ。はい、戻ってこれますと。今分かりました。
追い越し車線に車がいて自分のことを追い越していく車がいるときはほら方向指示器なんていうんでしょう、車線変更しますかって提案しないんですよ。あー本当だ、で誰もいないタイミングで、そうそうそう、車線変更できるなっていうタイミングでメッセージ出るようになってます。最後にですね、はい、二本松インターチェンジで多分降りますってまたメッセージが出てくると思うのでそのあたり試して降りたいと思います。こっち入るときってブレーキは踏まなくていいんですか？はい、ですね、ま、やってみると分かるんですけれどある程度減速は多分してくれますが途中でプロパイロットの支援が自動的に解除されます。はい、なのでそこからはあと完全にW さんの運転になりますので、はい、じゃあやってくれてる間は何もしなくていいんですか？まあ、一応大丈夫です。ハンドルは握って、ただ、インターチェンジの方に入ったら多分すぐに操作支援は解除されると思います。まあ、そうですよね、こういうあのインターチェンジに進入するときとか初めてだとどういう動きするんだろうなっていうのを心配でいるかなと思いますので、はい、じゃあこれ、はい、押しましょう。はい、これで今メッセージが出たのはインターチェンジに入りますかって左に入りますかっていうのを、許可を求めるメッセージですね。でそれを許可することでステアリングを握ってあとは出口方向に入りますよっていうのが、指定されます。はい、まず自動でウィンカーが上がります。で、はい、で減速して、はい、そして自分で運転してくださいということで操作支援が解除になると。高速降りてまいりました。お疲れ様です、ダブルさん。はい、お疲れ様です。はい、プロパイロット 2.0 どうでした？とても未来を感じました。未来感じました。はい、現実です。はい、もうすでにご利用いただける機能となっておりますし、あとちょっと冒頭でも少し前半でも少しお話ししましたが、プロパイロット 2.0 対応しているのは対応している高速道路などの自動車専用道、対応しているっていうふうに、まあ、前提はつくんですがほとんどの場所が対応してます。ただし途中にもありましたトンネルが多い区間、こういったところは結構頻繁にステアリング握ってねっていうふうにメッセージは出てしまいますが、これは、衛星を受信できないからというようなそういう背景がございます。では一応ここまでの燃費見ましょうか。はい、おお結構いいじゃないですか。まずドライブ情報1、本宮市を出まして高速道路で猪苗代に行ってまた高速道路に乗ってここまで、今ここ二本松ですね、二本松まで来ているところの区間で 92.7 キロ走行、平均燃費リッター 19.5 キロです。そしてはい、ドライブ情報すごいな。ドライブ情報2が猪苗代からここまでの区間の平均燃費 43.2 キロ走行してリッター 28.2 キロってめちゃくちゃ燃費ですね。まあ、これ猪苗代からここまではかなり下りの区間が長いからっていうのがその背景ですね。で今二本松で降りまして、あと本宮まで一般道で帰っていくようになりますので、その間ですね、まあ燃費の伸びるのかな落ちるのかな、本宮と二本松ってどっち標高高いのか私よくわかんないや。はい、まあここから先はずっと一般道なのでプロパイロットは、お使いいただけないんですが、まあ、というか今しれっとですね結構急なコーナーをぐるーっと回ってきたんですけれど、はい、こういう道路走ってきましたね。走ってきたんですけれど全然そういう感じしなかったな。かなり急なぐるっとスピンしてくるようなそういうルートだったんですけれど、はい、セレナのこの車酔いのしづらさっていうのは本当安定感の高さとかいろいろ要因はあると思いますが、やっぱり乗るたんびに乗り心地いいな、安定性高いなとか、あとはまあ走行の道路ノイズも静かだなとか感じるところ多いですね。ということですね、まあ、もう少し試乗は続くんですけれど実は今回の本題は大体終わっております。あとはセレナのこのルキシオンですね、まあ、乗って快適に行くっていう感じではあるんですが、
あどうですかね、私正直ですね、このルキシオンのセンターコンソール、運転席助手席の間のこの固定式のアームレストってなんかセレナらしくないし、だったら、スマートマルチセンターコンソールの方がルキシオンよりいいんじゃないってちょっと思ってはいたんですが、このアームレスト、これはこれでいいなって思います。何がいいかというと、アームレストの幅がしっかりあって、あと手前まで出ている、はい、こうすることによって、まあ、今こうやって助手席側に座っててもですね、肘をゆったりとかけて置いておくことができるっていうのはなんかゆったり感高いですよ。でルキシオン以外のセレナに関してはフロントシートはこうスッとルキシオンの2列目と同じようにここから何て言うんでしょうね、倒して出てくるタイプの肘掛けがついていたりとか、でもしくはスマートマルチセンターシートがここまで来てそこにまあ肘をかけるっていうことできるようになってるんですけれど、このルキシオンの肘掛けは固定されてて動かせないし、あと左右の行き来をしたい時にまあ邪魔とかあるかもしれませんが、ゆったり快適に座るっていう点ではやっぱりいいですね。最高です。1列目も2列目も快適にゆったり座るんだったら、まあルキシオンがいいですね。あとは長距離ドライブで本当プロパイロット 2.0 を使って快適に行きたいよっていう方もやっぱりプロパイロット 2.0 をつくのはルキシオンだけということで、ルキシオンを選択していただければと思います。ただしこのセレナですね、今日乗ってるルキシオンが快適なのはもちろんですが、その他の e パワーの車種も、そしてガソリンモデルも快適性すごく高い、ロングドライブ、快適に悠々と走れますし、 2.0 はなくてもプロパイロットはつきますから。でセレナのプロパイロットそのものも C27 型のセレナと比べてもプロパイロットの制御緻密になっております、ナビ連動での速度制御を行ってくれたりもしますし、そういったところでの安定性がすごく高い、であと静粛性も高くなっているし、まあ、車用意しにくい車ですってカタログに書いてあるくらいですので、そういったところはですね、本当に自信を持ってセレナのどのグレードでも自信を持っておすすめできるなって思います。はい、改めてですね、まあ、W さんにも今日またセレナの e パワールキシオン乗ってもらっていましたけど、どうです？快適でした。快適でした。はい、特にどの辺が気に入ってます？ 2.0 はもうこのルキシオンでしかできないので、プロパイロット 2.0、 はい、はい、もうこれは最高でした。まあそうですね、 1.0 ももちろん快適なんですけれど、 2.0 体験してしまうとやっぱりステアリングから手離せるってだけっちゃだけなんですけどね。シンプルに首都高でどういう動きするのか見てみたいです。ああ、確かに。あの首都高の急なコーナーとか、ごちゃごちゃしたところとか。だそうです。神奈川日産の松本さん、お願いします。私たち田舎のチャンネルなので、首都高はなかなか行けませんから。はい。はい、神奈川日産さんがきっと首都高でのプロパイロット 2.0 の挙動を動画にしてくれると思っておりますぜひぜひご期待ください。期待してます。楽しみですもう確かにそうですね、首都高ももちろん対応してるし、あとあのナビ連動の速度制御とかそういったことをやってくれるし、あとあそうですね、あの首都高であえて複雑にジャンクションをいろいろ越えていかないといけないような場所のルート設定をしていただいて、でいくつもジャンクションを越えますよとか、あと首都高だと降り口というかジャンクションに入るのに右手側の側道に入らなきゃいけないとか、そういうのも確かありますよね。そういうところも普通一般的には左の方に向かって側道に入るのが、右の側道に入るのってうまくやってくれるかとか、まあ、いろいろ考えてみると首都高って検証したいこといっぱいありますね。うん、ついでに首都高の夜景を届けていただけるとダブルさんが喜びます、はいはい、
そのこと喋ってるうちにですね、だんだん到着ですかね、福島日産の元宮店に帰ってまいりました。こちらです。今日は元宮店の試乗車のルキシオンをお借りして、試乗してまいりました。はい、到着です。では最終的な燃費のご報告をして終わりましょう。ダブルさんお願いします。ドライブ情報に帰りの走行距離が 51.7 キロで、平均燃費はリッター 27.5 キロです。はい、そしてドライブ情報1、今日1日の走行距離が 101.4 キロで、平均燃費がリッター 19.9 キロです。はい、ありがとうございます。ということで、まあトータルでギリギリ20キロは割ってしまったんですけれど、でもリッター 19.9 キロですからね。はい、二本松インターチェンジを降りたところからここまででちょっと燃費は落としましたね。はい、下り、あ、多分元宮の方が二本松より標高が高かったからということじゃないかなと思うんですけれども、でもリッター20キロ、ほぼほぼ20キロ、はい、セレナの e パワー、高速道路ですね、どうしても燃費落ちがちだとは言われるんですが、リッター20キロ近く走りますので、皆様ロングドライブぜひぜひセレナで出かけていただければなと思います。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。